どうもこんばんは。どうも、8月も今日で最後です。ということでね、昨日はちょっとラーメン食べて、ちょっと顔がちょっとむくんでるかもしれないし、まあ、いつもと同じかもしれないし、今日はねカラコンが目に入ってるから、あれなんかちょっと目が違うなって思ってる方もいると思います。カラコン、なんでカラコンかっていうと、もう透明なコンタクトが切れちゃってやばいってなって、眼科に行かなきゃって思って、眼科にねちょっと行く時間がなくて、あらって思って、カラコン、じゃあカラコンでって思ってカラコンです。そう、眼科にね行って早くコンタクト新しいのもらわなきゃ。うん、そう、動画入ってるカラコンに。最近ねすごい左目がすっごいかすんでるんですよ。いつもすっごい左目がいつもかすんでるの。カスカス、なんでだろう、もう見えないんだよね。うん、私はねコンタクトはワンデイです。Monday。 うん、ワンデイ、ツーウィークとか使ったことない。ご機嫌うわしゅう。今日は市川まなみさんの卒業公演ということでね、頑張ります。公演、うん、エリあー、そして今日はね755が終わるということで、今日で悲しい、寂しい、みんなとね仲良くなれた SNS でしたったし、すごい活用させていただいたり、 Twitter とかインスタとか、じゃあちょっといろんな人に見られすぎる、でもなんか痛いって時にすごい755すごい使ってたから、もうね755がなくなっちゃうみたいな、なくなりはしないけど、私たちが更新をねしなくなるってちょっとね寂しいし、755の代わりはないので、そうだからちょっと寂しいですが、うん、毎日755の話してるのおだいりなちゃんだけど握手会とか何時からとかって聞くのにちょうどよかった。あとこのイベントは
朝ですかみたいなとか、なんかそういうなんかスケジュールとかマネージャーさんに聞くにはちょっと申し訳ないレベルのスケジュールを聞くのにちょうどよかった。なおマジで、うん、そう、これからはマネージャーさんに聞かなきゃいけないって思うと、もうどうしようと思う、ってなんかわざわざ聞くのがもう嫌だなっていう、なんか、まあ、自分で把握しろって感じですけれども、まあいろいろあるとね、ちょっと自分で把握できないこととかもあるから、これからマネージャーさんに一区一これは何時からですかとかって、これはどうですかとかって聞くのがすごく嫌だなって思う。うん、ウィバース使うの？だってウィバース一応やってます。うん、今日バスケだよんだって、頑張れ。リバースコメント返信できません。クリスマスもうすぐ、バスケの推し選手マイケル・ジョーダンさん、リバースは有料です。スラムダンク見たことない。ネイマール神押しだっけ、だってそれサッカーでしょ。目が腫れてますよ。いや顔がむくんでるだけだよ。
だってラーメン食べたんだもん夜に。ラーメン食べたんだよ夜に。わかる？で、あともう目がね、左目はねちょっと異変がありますね。もう本当に左目にはずっと。で、久しぶりにカラコン入れたのと、もう左目がねちょっと本当最近おかしい。うん。結構1週間ぐらいまず霞んでる視界が、左目だけで、もうちょっとたまになんか異物感がある、ここら辺が。うん。さっきもコンタクト入れた時に入んなくて、痛すぎて目が。そうだからずっとね涙すっごい出てた、ずっとここ。うん。メガネ、そういう時は入れない方が。でも入れないと見えないもん。タミヤの T シャツまだ持ってるよ。バスパン今履いてんだけど。バスパイも履いてる。バスパン履いて寝てます。バスパンに T シャツで。最近はちゃんとジェラピケの上下セットとか、ドラえもんのパジャマの上下セットとかで寝て、 T シャツとバスパンでとかってちゃんと上下を下で合わせて寝てたりしてたんだけど、もう最近めんどくさくて、なんか上はドラえもんのパジャマで下はもうジェラピケみたいな、もうそんなある。もう上はドラえもんだけど下はバスパンみたいな、もうちぐはぐ、なんかもう着れればいいかみたいな。まあ誰も見てないし、まあ寝るだけだしみたいな、まあ家にいるだけだし、まあ、着れればいいかって感じで、まあ、揃ってないです。で今日は奇跡的に T シャツとバスパンで揃ってる。うん。バスパン水色、これはビーコルセアーズさんのイベント、バスケのイベントに出させてもらった時にいただいたバスケパンツ。マジ愛用中。水色のバスパンでお星様が書いてある、星2つ。あ、お気に入り、これかわいい。うん。バスケットボールって書いてある。スパーディングって書いてある。うん。そう、バスパンって過ごしやすいんです。過ごしやすい。
その髪型ちょうだいだってぜひ真似してください。ちょむげ。今日は思い出に残る声にしてください。します。そんなサラサラヘアになってみたいだって。え、サラサラかな。今日元気ないだって。え、マジで。結構元気なんだが。パルムの安納芋、本当に前から食べてみてください。食べてますよ。去年食べたよ。うん、そもそもおじさんは髪が少ない。いやいや、おじさんっていう一括りにしたらあかんで。おじさんっていうのは世の中にこんぐらいいるんですよ。これが私の顔が地球だとしたら、おじさんっていうのはまあこんぐらいいらっしゃって、そのおじさんは髪が少ないって言ってらっしゃいますけれども、このおじさんのこの比率のこの全部が髪が少ないわけではなくて、まあぐらいかなみたいな感じだから、そう、おじさんって一括りにしたらあかんで。うん、初見です。どうも。眉毛今ぐらいでもいいなって。あ、眉毛はもう全部揃っかなって思って、さっきめっちゃ薄くしました。そう、眉毛全部剃るか、ここに切れ込み入れるか迷ってて、うん、あ、反り込みか、反り込みだった。うん、まあね、眉毛ね、昔描くのすごい上手だったんですけど、最近衰えてきてるので、またね、眉毛がめっちゃ綺麗だねって思われるように一生懸命今日も眉毛描きたいと思います。応援してくださいということで、じゃあ本日の配信はこれで終わりたいと思います。本日は市川まなみさんの卒業公演ということで、もう精一杯まなみさんを見送っていきたいと思います。では最後にランキングいきたいと思います。いきます。13位焼きもん太郎、12位かほ、11位たんちゃん、10位中堅、9位ひとくまさとる、8位筋肉愛好家、7位ひのと、6位ハードな岩戸だし、5位サボ、
4位 YSA73、 3位直樹、2位テイテイ、そして1位はファデル。ありがとう。ということで皆さん今日の公演見てね。バイバイ。あ、755も今日で最後だからよろしく。バイバイ。